では、パワーエレクトロニクス講座の、3回目になりますね。今日は DC-DC コンバータ。前回の動画までは DC-DC コンバータについて、解説したんですが、DC-DC コンバータは実は昭和超波というふうに呼ばれます。今からその辺の、解説をしていくんですが、前回お話しした内容っていうのはよくパワーエレの教科書とかに出ている回路図が出てきたんですけど、あの回路だけでは動かないんですね。この昭和超波回路と言われるものは、インダクタとキャパシタと、それから、半導体から構成されているんですが、それらを、制御して実際に駆動するためには、こうやってゴジョゴジョゴジョした、なんかこう、こっち汚いんですけど、こうやってゴジョゴジョゴジョした回路、インダクタやキャパシタだけではなくて、なんかこの辺によう訳わからん、半導体っぽいなんですよね。ようわからん回路がいろいろある。めっちゃ下手なことですね。もう学生が作ったんですけど、もうイギリスに卒業して行ってしまったから、もう行っちゃうんですよ。まあ、こうやって、ここのごちゃごちゃした中身何しとんじゃいっていうところの話です。普通の教科書では、ここのパワー回路しかやらないんですけど、全部やる。この講座では、全部やって物が作れるところまでトレーニングします。というところが、ちょっとオリジナリティのところなんで、ぜひ、昭和超過回路をもう一回書きますが、西洋系を含めて今書きます。まずは、直流側にバッテリーが発します。で、インダクターがありました。半導体がこうやってあるんですね。で、ダイオードがあります。キャパシタがあります。で、出力がいい。端子がいい。ここが500ボルト系で、インバータが後ろに接続される。そこの端子になります。接続電源は黒丸。おかしいな。ただし、これだけは覚えてて、実際にはここの電圧を検出する検出器。それから、この検出した値を増幅するための誤差増幅器。その誤差を検出するための、誤差をどれぐらいの誤差があるかを判断するための基準電圧が必要です。そのための基準電圧。それからその誤差に応じて、今からスイッチングのパルスを出すんですけど、そこの基準となる三角形ですね。三角形の何が出てくる、そこの発生回路が分かります。で、ここからパルスが出てきて、これらをゲート駆動回路というドライバーがあって、これで感じてリポートに書かせるね、動くかもしれないっていうところですね。なんですけど、まあ、こんなものごちゃごちゃしてます。今からこの辺になります。電気回路になった過渡電池と言われるものを使って、どういうふうにこの三角形の波っていうのが発生するんだろうっていうところですね。やっていきます。電装タップが、ブーストチョッパー、例えばプリウス用のブーストチョッパーを作るときには、検出器のこういったところがですね、すべて、ADA が認識、DA がと、CPU から構成されているんですけど、マイコンとかですね。マイコンから構成されていますが、まずはアナログを学んでいく。かつて日本が設計したのはアナログ技術なんですね。このアナログ技術をおろそかにした各企業はですね、どんどんこう脱落していって、デジタルの波の、北米の波にですね、GAFA に代表される北米のデジタル系の波に取られていったんですね。しかし、そこのデジタル系を支えるのは我が国日本なんだっていう、その気概のもとでですね、ぜひとも世界を席巻したこの我が国アナログ技術をですね、もう一回復習してほしいなと思って、最初、アナログからやります。アナログが分かった人はデジタルに
っていうのを応用が効きます。この仕組みが分かっているからデジタルオリエンテッドでやった人は、なかなか応用が効かないんですよ。このフィードバック制御をどういうふうにやってボード線自動でどういうふうな安定性を確保してこいつらを設計しているかをアナログベースでやってからぜひデジタル応用に移っていってください。で、この DC-DC コンバーターと言われるのは、200V を500V で昇圧して、こいつらを検出して、増幅して、パルスを出して、ゲートドライブ回路。こいつを駆動するためのゲートフロー回路と言われるもの、こういったものから構成されるんですけど、基本技術としては、今回の講義の基本技術は、どうやったら半、この半導体さんと言われるものをオンオフするんだ。というところの技術が一つ。もう一つは、こういったこのプリウスというのは大体1秒間に大体スイッチング周波数が 10kHz、 1秒間に1万回ぐらいスイッチングするんです。ギャーッて、このスイッチングするところのスイッチングの回数の基準となるのがこの三角形の周期です。どういうふうにこの三角形の周期を発生させてるんだっていうところがもう一つ。それから、ここのフィードバック制御全体ですね。の、ところが一つです。これで制御系がまず分かる。この電源と言われるものが、ある意味制御が本質的な部分なので、どうやってここの2変動する入力を 500V で一定に制御するんだっていうところが非常に重要なので、そこを学んでいきます。で、まあ、ちょっと半導体の話をすると言いましたけど、半導体と言われるものは、3本足のものと2本足のものがあります。3本足、2本足。2本足のものは、こいつです。インプット端子。アウトプット端子の2端子です。2端子からこれダイオードです。こいつはスイッチです。半導体スイッチと言われるものは、この端子と、この端子と、この端子の3つの端子がありますね。これが半導体です。この半導体と言われるものは、電流が導通する、バーンって言われる。異変異変が流れる、この導通経路のパワーラインの経路と、こいつをオンオフするためには、信号を入れます。こいつを手でオンオフしようとしてもですね、1秒間に1万回とか、土台になるんですね。だから電気的な信号を入れます。電気信号を1秒間に1万回入れることによって、こいつは電気を1秒間に1万回流したり流さなかったりするんです。スイッチとして機能します。交渉はスイッチとして。そのためには、ここに電荷を、電荷注入するというか、電圧を入力するところの端子として構成されているわけですね。どういうふうな端子を、どういうふうな電圧を入れたら、こいつが駆動するんだろうというところを今から学んでいきます。これをですね、実際に物を作る。今度はうまいやつ。こいつはね、すごい上手な、上手だと。こういった回路、裏側に半導体があるんですけど、こういった回路になるんですね。これ、ぜひこれを作ってもらってですね。で、これを作ってみて、こいつが安定して、ここにオシロスコープの端子を入れてですね、オシロスコープの画面があって、こいつが0V端子に対して、ちゃんと500V じゃないですね。電圧が、直流の電圧が出てるっていうところを確認してもらう。これが、実験の一つですね。大実験っていうのが名古屋大学の会議場ではあって、この大実験では、昇圧チョッパーを実際に作ってもらいます。昇圧チョッパーを作ってもらって、昇圧チョッパーのここの2つの端子をですね、Nゲージって分かりますかね、ちっちゃな子が分かるんですけど、Nゲージのこの、鉄道の両サイド、
両サイドの端にここの点圧を注入してある。そうするとですね、大体5ボルト系の5ボルトの点圧に対して、エネルギーは大体10ボルト以上になると、10ボルトから12ボルトぐらいになると、こいつの、ここの電車が、ルンドルが走り始めます。この動画のリンクというか、下側の説明のところに、そこの、シモンっていう、ドイツ人が喋っている動画をリンクしていますので、そこの9分30秒から、ここの、実験を見てみてください。NDA は、ここの制御系をいじることによって、速度が速くなったり遅くなったりします。可変制御ができるんですね。そうすると、この昭和チョッパだけで直流モーターの可変制御ができて、アクセルになります。アクセル。ある部分のアクセルを開いたり、閉じたりすることによって、こいつを速くなったり遅くなったりしてくる部分があります。その動画も、入ってます。ただし、大実験では、この昭和チョッパを作ってもらって、実際に走らせて、速度制御ができるというところを確認してもらいます。うちの研究室に、元沢田研究員という、てっちゃんがいたんですよ。彼が非常にこだわった、全然わかんないですけど、非常にこだわったなんとかっていう、列車がいっぱいあるんですけど、その列車のエネルギーがいっぱいあるんで、遊んでやってください。僕がやってるのも全然価値がないですからね、わかる人が、あ、これはこの、なんとか、何かの新幹線じゃんって喜んであげると、彼が泣いてると思います。維持されてます。うちの研究費は一応買ったんですけど、研究費で。納入するときに、エンゲージのこの電車のおもちゃを研修に持っていくとですね、こんなの実験に使うわけないじゃんってすごい怒られた経緯があります。それをなんとか泣き落として、ここで銀は何でもない。はい。という昭和チョッパを今から大実験とか、学んでいく過程になります。こうやって昭和チョッパ会話と言われるのは、制御系からなんだって。だけど、今から、まず、今からこの回路をボード制御に落とし込んで、安定性とかを確認していきます。ここでは、電気回路の核電子をこの辺では学んでいきます。それから、ここでは、通常の電気回路、オームの法則の簡単な解析から、なぜこの低い電圧が高い電圧に変換されるのか、っていうところを、学んでいこうと思います。次回はですね、まず一番基本の電圧がこの DC 地方型は直流を直流に変換するパワーエレクトニクスシステムなんですけど、なぜ電圧が高くなるのかっていうところをまず解析的に求めていきます。その次にこの電圧を維持するためにはなぜこんな回路が必要で、その回路の制御系を成り立たせる、それぞれのコンポーネントについて学んでいて、全体システムが分かって、それらを構成する部品が分かって、で、それらを全部組み合わせて実験ができるということになると、そのまま電装さんに入って、即戦力になるという人材になりますので、頑張っていきましょう。というところで今日は